5月12日サンディエゴ・パドレスのダルビッシュ有投手が本拠地ペトコパークでのロサンゼルスドジャース戦に先発登板しました彼は7回を投げ101球を使って被安打に7奪三振無失点の素晴らしいピッチングを見せチームの4対0の勝利に貢献し今季3勝目を挙げました Hugh Darvish, six scoreless. ダルビッシュ投手は日米通算199勝とし、節目の200勝に王手をかけました。この試合でパドレスはドジャースに対して今季2度目のカード勝ち越しとなりました。ダルビッシュ投手の見事なピッチングは、チーム全体の大記録にもつながりました。アメリカのデータ専門会社、エリアス,スポーツビューローによれば、 パドレスは直近の4試合で、ディランシース、マイケルキング、マット・ウォルドロン、ダルビッシュ・ユの4人の先発投手が5イニング以上を投げ、非安打2以下に抑えたとのことです。これは少なくとも1893年以降、史上初めての記録だそうです。また、ダルビッシュ投手は4月14日のドジャース戦からの連続無失点イニングを18まで伸ばしています。 メジャーリーグベースボールドットコムのパドレス版記者である A.J. カスベル氏はパドレスにとって先発陣の見事な一心だとしてこの大記録を称賛しましたフォロワーからも信じられないスタッツだよ歴史あるロサンゼルス・ドジャースを相手にそれをやるなんて1回のスイングを除けばシリーズ全体で2失点のみじゃないかおそらくそのうち3試合は史上最高のラインナップとの対戦だもんな正直言って信じられない しかもドジャースを3点に抑えたという事実は、まさに最高の出来と称賛と驚きのコメントが寄せられました。なお、現地12日の試合では、前日に腰の張りを訴えた大谷翔平選手は欠場となり、ダルビッシュ投手との注目対決はお預けとなりました。それにしても、今年のメジャーリーグ・ベースボール、日本人の活躍が半端ありません。